ポンはゲームをしているチャオの後ろ姿を見てふと思った。私頭使う系において負けがちじゃねと。そこでポンは勝てそうなゲームを調べまくり、一つのゲームと出会うのである。こちらなんですけど、 3×3、 4×4、 5×5 のように、うん、正方形になるように点を打った紙を準備するのです。はい、プレイヤーは交互に点と点を結ぶ線を引いていきます。自分のターンに正方形が完成したら、うん、その中に自分のイニシャルを書き込み自軍としていくのです。で、その際ですね、他の3つの線が敵の線でも最後に引いた線が自分なら自分にできてしまうのです。はあはあ、まあ、要は、まあ、四角正方形をいっぱい作れるように頑張るってことですね。なるほど、ボックスを作るのね。そうなのです。オッケー。はい、線をすべて引き終わった後、陣地の数が多い方の勝利なのです。はい、で、ここで一つ特有のルールがございましてですね、うん、正方形を完成させたプレイヤーはボーナスとして追加でもう一本線を引くことができるのです。はい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 、そこでまた正方形が完成してしまうと連鎖的にずっと同じプレイヤーのターンが続くという場合もあるので、終盤の展開を予測しないと負けてしまうのでご注意くださいなのです。わかりました。真ん中に引いた。はいはい、そこここなのです。真ん中に引いた。ここにする。えい、負けちゃう。確かにこれ負けそう。これじゃ負けそう。なぜ、ここにする。なんで、行くぜチャウの連鎖。うわえ、待って、どれがいいんだ今。これは…はい、くらえー、ポンの連鎖。えっ、ねえ、ねえ引き分けかいよ。引き分けじゃあー、危ね、危ね。勝てると思ったのに。まあ、こんな感じっす。なるほどね。3×3は簡単、簡単。次は、4×4。 あー、増えたぜ。ここーえーい、ねー、ここーえーい、あーい、あーい、なーい、おい、あーい。だって戦略あるの？多分あると思うのです。ちょっとやりながらだけど、要は最後の一手を取られないようにしてるので、チャオはとりあえず。はい。やべ、負けちゃうよ。ええ、もう？何がわかるのこの時点で。負けちゃう。え？この辺に負け要素が。ええ、あ、じゃあここ壊れちゃいますよ。壊れちゃう。壊れちゃう。ポン。じゃあもう一個ポンが引ける。はい。その線を引いた瞬間、お前は負けだ。なぜ？なぜ？わ、ここだ。くそー、引けないじゃん。え、タオさんが一人で、今日はなんか楽しそうだね。はい、え、あ、いいですか、いいですか。あ、いやだ、ポーン。ここもポーン。ここもいける。ここポーン。あ、ここもいけるじゃん。やばい。
理とかあるんだ。それはよくわかんないのです。はい、もはや適当ですよ。確かに最初はね適当なのです。ない、はい、ない、はい、ない、はい、ない、この辺からですよ。確かに。あ、これはやばいですね。連鎖が始まる。チャオの連鎖がチャオの連鎖も始まる。まあ、一個先に取らせるってことだけど、もうスライバーあるのだ。でここここどうぞ。やったー、終わったー。やったー、連鎖を阻止、すげー、ポン、すげー、終わったな。そしてこの後ポンの大逆進が始まるの。始まらなきゃ。やった。どうしよう。あ、でも割とこれ始まる。そこ引いてもチャオ取っちゃうもんね。ちょっとお待ちください。おい、これ勝ったの。その手を引いた瞬間、お前は負けろ。やだ、負けると分かってて線を引くこの状況。さあ行きますよ、覚悟はよろしく。変えてみせる。終わった。終わっちゃった。終わっちゃったじゃん。さあ、チャオさん、やばい、やばい、やばい、線を引きたまえ。やばい、楽しかったよ。待って、いける。君との日々は楽しかったぞ。これ阻止できる、阻止できる。来いよ、来いよ。はい、ここだー。さて、ここまでー。さて、ここまでー。でも次ないんだよ、次ないんだよ、次ないんだよ。よかった。さあ、ここ次に引いたらお前の負けだ。さあ、さあ行きますか。これ楽にしてあげるわ。なあ、リリリリリリ、なあ、リリリ、なあ、終わった、終わった。チャオの時代は終わったようだね。さあ、ポンの時代がやってくるようだね。さあ、まだ剣を引きたまえ。君の命を自分でかけて線を引くんだ。これやばいじゃん。さあ、早く、さあ、これやばくない？どうしよう。早く楽になりなよ。考えたって一緒なんだからさ。なあ、早く、早く引けよ。そうだよな、どこ引いても同じだよな。そうだぜ。もらっ、これは完全なる勝利。さあ、閉めましょう、チャオさん。PQP くらいは？チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Twitter もやってます。はい、やってます。それでは皆さん、今日はこの辺で。